はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルレクサス LFA ニュルブルクリンクパッケージを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルレクサス LFA ニュルブルクリンクパッケージのモデルになります。ボディカラーの方はブラックだね。マットな感じの塗装になってていい感じです。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはレクサスのエンブレムがプリントされてます。ヘッドライトの部分はクリアパーツだね。ウインカーの部分はオレンジに塗装がされてていい感じになってます。で、やっぱりトミカプレミアムらしくフロントのグリル周りもすごい細かい作りだね。フロントスポイラーの部分もいい感じになってます。で、ボンネットの方を見ていくとエアフローの部分もしっかり作られてるね。で、ルーフの方を見ていくとこんな感じになってます。で、助手席側の方を見ていくとこんな感じだね。やっぱりレクサス特有のこの曲線のラインは綺麗だね。ホイールの部分もすごい細かな作りになっててかっこいいです。で、こういうところのエアロの部分もいい感じだね。で、サイドの部分にはこの部分には F っていうプリントもしっかりされてあるね。後ろの方を見ていくと中央の部分にはレクサスのエンブレムがプリントされてあって LFA の文字もプリントされてあるね。マフラーの部分は3本出しのシルバーで塗装がされてます。テールランプの部分はレッドのクリアパーツだね。リア周りのこういう部分もすごい細かい作りでかっこいいです。で、運転席側の方を見ていくとこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で、リアスポイラーの部分はブラックの樹脂パーツになってます。で、上の方から見ていくとこんな感じになってます。内装の部分はこんな感じだね。ダッシュボード周りもしっかり作られてていい感じになってるね。で、運転席側から見るとこんな感じになってます。で、 LFA のこのモデルはドアの部分のここの部分が彫りがしっかりしててかっこいいね。凹凸がしっかりしててさすがトミカプレミアムだね。で、タイヤの部分はサスペンションがついてます。で、アクションの部分は左右ドアの開閉だね。で、裏の方を見ていくとレクサス LFA ニュルブルクリンクパッケージ2018年の写真になってます。で、こうやって見ていくとやっぱりレクサス特有のこの曲線の使い方は綺麗だね。テールランプの部分もサイドの方まで回ってていい感じだね。で、特にこのホイールのデザインはすごい細かい作りでいい感じになってるね。マットなボディカラーのブラックとホイールのカラーリングもぴったりだと思います。で、今回のこのモデルはタカラトミーモールオリジナルのカラーリングだけどノーマルバージョンも発売されてるね。こちらのノーマルバージョンと一緒に比べてみたいと思います。はい、レクサス LFA を2台並べてみました。オレンジのボディカラーの方は通常ラインナップバージョンだね。で、隣のブラックのモデルがタカラトミーモールオリジナルのモデルになります。で、一番の違いはボディカラーの違いだね。通常ラインナップバージョンの方はオレンジのちょっとツヤのあるタイプだけどタカラトミーモールオリジナルの方は完全にブラックだね。ブラックのマットな塗装がすごくかっこいいです。でも、こうやって見てみるとこのオレンジのボディカラーの方もすごく爽やかな感じで綺麗だね。で、フロントの方を見ていくとやっぱりエアロの部分とかエアフローの部分はボディカラーがはっきりしてる方がしっかりわかるね。
で横の方を見ていくとこんな感じでツヤのあるタイプとツヤのないタイプ、好みがそれぞれ分かれそうだね。後ろの方はこんな感じだね。リアの部分もどちらも作りがしっかりしてるのでかっこいいね。ブラックのボディカラーの方はレクサスのエンブレムとかマフラーのシルバーがしっかりと目立つような感じになってるね。でこうやって見ていくとオレンジの爽やかなボディカラーの方は街乗りのデザインにはぴったりだね。ブラックのボディカラーの方は少し強いようなイメージを感じます。マットなブラックのボディカラーの方はラッピングで作ったような感じですごくかっこいいね。箱の方は正面のパッケージにレクサス LFA のイラストはね、この部分にタカラトミーモールオリジナルのプリントがされてます。で側面の方はこんな感じだね。裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルレクサス LFA ニュルブルクリンクパッケージを紹介しました。やっぱり一番の特徴はブラックのマットな感じの塗装だね。このマットな感じの塗装の質感はすごく良かったです。で隣に並べてるオレンジのボディカラーの通常ラインナップの方と比べると結構この辺りは好みが分かれそうだね。ブラックでマットな質感のシックなデザインとオレンジで爽やかなカジュアルなデザイン、どちらもかっこよかったです。でレクサス LFA のこのデザインはやっぱりしっかり作られているので、いろんなカラーバリエーションで増えていってほしいね。スペシャルモデルとか出てくれるともっと嬉しいです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。